法人ヘレン・ケラー自立支援センタースマイル理事長社会福祉法人全国盲ろう者協会理事生まれつき弱視難聴であったが4歳の頃にかかった症候熱が原因で聴力が悪化失調する現在はほぼ全盲ろうである高校3年の時福島聡市に初めて出会う1985年大阪市立盲学校卒業後に 大阪府の桃山学院大学社会学部に入学。1987年、聴覚障害の友人と二人で、アメリカ盲ろ者協会の全国大会に参加。1989年、大学卒業。卒業後、盲ろう者のための専門ワーカーを対象とする、ニューヨークのヘレン・ケラー・ナショナル・センターの国際プログラムに初めての盲ろ者として参加する。 1990年9月、ワシントン DC にある、ギャローデット大学に編入生として入学するが、中途退学し、ニューヨーク大学へ進学。留学中は ASL によるフレッシュア通訳を利用して、すべての授業を受ける。1992年5月、ニューヨーク大学のマスタープログラムを出る。NYU の大学院に進んだ初めての盲ろう者で、ある。2015年12月、 第65回障害者自立構成等構成、労働大臣表彰。2016年より盲導権使用者となる。全盲ろ者の盲導権使用者は、日本国内では門川だけと言われる。ありがとうございます。